では今度は中部発見の旅です。今日は日本海の豊かな自然を楽しんでいただきましょう。石川県能登半島の七尾湾には全部で26もの無人島が浮かんでいます。無人島の周りには普段なかなかお目にかかれない様々な海の生き物たちが息づいています。金沢放送局の浜崎梢さんが訪ねました。夏の一日、私は能登の海を訪ねました。石川県中島町は金沢から車で1時間半、能登半島の中ほどにある町です。今日はここから七尾湾に向けて出発します。おはようございます。今日はよろしくお願いします。はい、どうも。私の旅のパートナー上村明さんは北陸を中心に自然保護活動を続けています。3年前からは自分で作った帆船を使って子どもたち向けの海洋教室を開いています。それで絶えずね、ロープはいつも整理しておくということ、ね、これ足に絡まって大変なことになるからね。はい。それから海に出たら一体何が起こるか予測がつかないっていうつもりでいつもやってください。はい、はい。じゃあ今日はね、ちょっと今風がないんで、パドルで漕いで出ますから、はい、頑張ってちょっと漕いでみてください。はい。あ、動き出した。私も一日乗組員としていよいよ海に出発します。日本海の内海である七尾湾は波がとても穏やかです。湾内では牡蠣の養殖棚が続いています。七尾湾は大小合わせて26の無人島が浮かんでいます。無人島は手つかずの自然を見ることができる絶好の場所なんです。今日はその中でも一番大きい大島に上陸することにしました。よいしょ。ここでよくね、こうやって離れててドボンと落ちる人がいるんです、ね、気をつけなきゃ、よし。ちょっと前行ってもらうんですか。はい、ここですか。はい、ここに座ってください。小舟って結構。じゃあ上陸に向かいます。はい。ここはやっぱりずっとこう日本海の方の中島町を出発して2時間余り、無人島で食べるお昼ご飯です。人間のめったに訪れない無人島の周りにはいろんな海の生き物が手つかずで残されています。私も生き物を探しに磯に出てみました。このね、裸足で歩くと危ないんですよ。時々ね、こういうウニなんかが、ウニだ、すごいウニ。満月の晩に産卵するんですよね。ウニ。満月の日にね。
ことしかないですよね。ずっとあ、すごくしょっぱいけど、もずくの歯触り、しょっぱい。まあ、もずくでもいいけども。わずか1時間でこれだけの生き物を見つけることができました。無人島は生き物たちにとっての楽園なんですね。しかし、その楽園を脅かすものがあります。島に流れ着くゴミがここ数年で増えているのです。あのプラスチック系のゴミ、あのビニールなんかのゴミがすごく増えてるんですよね。で、要するにあのすぐに自然にこう大地に帰らないような、そういう還元されないようなゴミがすごく増えてるんです。そういうものとかね、そういうビニールのシート類なんかもすごく多いですね。本当だ。上村さんは3年前から無人島に流れ着くゴミの定点観測を続けています。七尾湾は波の静かな内海のため、ゴミは湾内に溜まりやすく、海が汚れる原因になっています。日本海を越え外国からのゴミも目立つようになりました。もうすごいでしょ。ずっと前からね、結構堆積してるんですよ、ゴミが。上村さんは23歳の時、この船に乗ってトンガに渡りました。トンガの人たちの暮らしは上村さんにとってカルチャーショックでした。トンガの人たちの生活っていうのは、身の回りのいろんな自然な草木をこう利用してね、生活の中にあの自分自身で取り入れている。そういう何かこう作る時に業者任せっていうんでなくて、何か身の回りのものを必要なものがあれば自分たちで作ると、一緒に漁に行かせてもらったり、畑仕事をさせてもらったり、それからあの芋なんかをこう掘る時のね、取ってくるためのバスケットがあるんですけどね、そういうものをヤシの葉で一緒にこう作らせてもらったり、そういうことを体験させてもらってね。でね、日本は日本でやっぱり向こうと同じような生活がかつてはあったはずだと、そういうものをもういっぺん見直してね、一つ一つ自分の生活に取り入れていきたいと思うんですね。自然を愛する上村さんに導かれて訪れた能登の海。自然に直に触れることができた私の夏の一日でした。最後にゆったりとした自然と時間の中で上村さんが演奏していたのはオカリナですね。上村さんはオカリナも自分で作ってしまうんだそうです。では行き方です。石川県中島町へは車でしたら能登有料道路で徳田大津インターチェンジ下車、金沢から1時間半ぐらいです。鉄道ですと能登鉄道で能登中島駅下車、普通列車でおよそ2時間ということです。